皆さん、こんにちは。今回は今、ネットや女子ゴルフファンの間で話題になっている現役女子高生ゴルファーである清本美波選手について取り上げていきます。それでは行きましょう。基本情報ですが、なんと2005年生まれの今年18歳の現役高校生です。今年のプロテストに合格したので、来年ツアーからプロに転向し、国内ツアーもしくはステップアップツアーに参加してくるかと思います。出身は愛知県で、現在も地元の誉れ高等学校という私立の高校に在学中とのことです。そのプロテストに関してもまた後で詳しく書きますが、ぶっちぎりのトップ合格したようで、かなり話題になっていますね。そんな清本美波選手は6歳から父の影響でゴルフを始めましたが、もともと父親は美波選手をサーファーにしたかったらしいです。なかなかワイルドな印象ですね。それゆえ美波という名前もそのような意味を込めて名付けたみたいです。さらに JLPGA のスポーツ歴にはダンスと書いており、いろいろ経験した結果ゴルフを選んだようですね。他にも面白い記事を見つけたのでご紹介します。それは2代目コスメ番長と題されたものです。どうやら清本美波選手本人はメイクをすることが好きなようで、ゴルフをするときは全てに気合を入れたいという旨のコメントを残しています。さらにこだわりがとても強いようで、普段はメイクの時にアイシャドウをしないらしいですが、試合の時は必ずするそうです。たとえ無観客の試合であったとしても、女子プロという見られる競技でしっかり身だしなみを整えるのも仕事の一つということで、かなり時間をかけて準備するそうです。ちなみに初代は誰かというと、最近全米ツアーの出場権を獲得した吉田優利選手だそうで、来年度からはこの初代が国外のツアーに出るので、その穴を埋めるように清本美波選手に期待がかかっているようですよ。メイクに凝っている姿や、また趣味は音楽鑑賞と挙げていることからも、現役高校生らしさがよく出ているのではないでしょうか。これからはプロとして年齢の関係ない大人の世界に踏み込んでいくとは思いますが、このフレッシュさ、幼さは武器になっていくと思いますね。これはもちろん成績だけではなく、多くのファンの心もつかむのではないでしょうか。また家族については3歳年下に弟さんもいるようです。高秀さんという名前だそうです。高秀さんもまたゴルフをプレーしていて、現在ではアマチュアゴルファーとして活躍をされているとのことです。実力もやはり優れたものがあるようで、ジュニア時代から兄弟で全国大会に参加していたようなので、知っている人は知っている清本兄弟のようです。ジュニアの世界大会に参加したり、全国中学校ゴルフ選手権においても姉の清本美波選手同様優勝などを収めていることからも、こちらも同じく将来の有望選手であることは間違いがないのではないでしょうか。次にこれまでのゴルフについて調べていこうと思います。ゴルフを始めたのは先ほどの通りで、6歳で父親の影響です。ではどのようにプロまで上り詰めたのかということですが、端的には父の努力の賜物のように感じています。その理由としては、父親はゴルフ経験がほとんどなく、スクールに通わせるための高額の費用も用意できなかったために、本や YouTube を駆使し勉強を重ね、さらには大会に参加した時に上手だなと思った選手の両親のところへ行き、どのように普段練習をしているかなどを聞いて回った時もあるようです。ここまでの父親の献身な姿は素晴らしいなと思います。そして清本美波選手本人のここまで父親を本気にさせた熱意や結果で見せる姿にもまた心動かされますね。そんな二人三脚でプロになったストーリーがあると思うと、応援せざるを得ないと思います。さて成績ですが、2019年の全国中学校ゴルフ選手権春季大会において全国優勝、そして2021年の樋口久子三菱電機レディスでは18位という成績で、出場したアマチュア選手の中で一番成績の良いローアマタイトルを獲得しています。高校1年生でこの成績を残しているわけですから、実力はとてつもないこともよくわかると思います。本人の今後の目標としては、誰からも愛され
みんなから目標とされる選手になりたい。そのために人間としても成長したいとコメントしており、世界で戦える選手と言いつつ、オリンピックでの金メダルを取りたいと公言しているようです。稲見萌寧選手の東京五輪でのメダルもありましたが、女子プロ選手の中でオリンピックのメダルを目標とする選手も多いように感じます。やはり注目度がオリンピックだけあって高く、多くの層を取り込めるからなのでしょうか。プロテストでは2位の馬場咲選手に数打差をつけてのぶっちぎりの優勝を果たしてトップ合格をしましたが、この2位の馬場咲選手はアマチュアながら全米女子オープンに参加し、決勝まで駒を進めるほどの実力者で、そんな選手に勝ったのですから多くの媒体が特集をしています。また惜しくも来季の国内ツアーの最終予選会で良い成績を残せず、来季はステップアップツアーが主戦場になるようです。あと清本美波選手はクラブ2の一面があるようです。クラブは中学生の頃からずっとテーラーメイドを使用しているようで、コメントもかなりのマニアックな発言をしています。その他、これまで多くのプロツアーなどに参加していて、成績を確認しましたが、まだ優勝などは程遠いようです。18歳ということなどを含め、今後の伸びしろと捉えることができるでしょう。最後にゴルフ以外のところに関しても紹介したいと思います。今一番話題になっていることは、プロとしてのツアーデビューよりも先にグラビアデビューをしたとのことでした。ある週刊誌がプロテスト行きの現役高校生に目をつけ、美しい新星と題して掲載をしたようです。これに関しては賛否両論あるとは思うものの、本人としては嬉しい部分が大きいようです。これにより本人の公式インスタグラムは以前の7倍ほど増え、2万人を超えるフォロワーになっています。人気アーティストであるグループのあるメンバーからフォローされたことで、その反響にとてもびっくりしたことが多かったようです。一気にプロというものを感じたのかもしれません。ただ新人の講習において SNS の使い方についてもレクチャーをされたようで、使い方には気をつけますねという旨のコメントをしています。プロの選手になるので今までよりもっとコメントが寄せられると思います。まだ高校生ではあるので、多くの人が細心の注意を払っていただきたいとは思います。ただ注目度の向上は表裏一体なので、ファンが多ければきつい時に応援のコメントなどで救われることもあると思うので、ぜひ頑張っていただきたいですね。いかがでしたでしょうか。現在高校在学中とのことで、多忙な日々も過ごされている中でのこの活躍は皆さんの注目の的になるのではないでしょうか。もちろんグラビアが先行していますが、女子ゴルフ界の未来を担う選手であることに間違いはありません。今後の活躍が待ちきれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。